はい、どうも、三平おじさんです。なんとかまあ仕事行って、帰ってきて、まあ飯食ったという感じですね。で、まあ、風呂入る前に一回寝て、で、整えてからですね、薬飲んで寝ようかなというようなところでございます。で、まあ、ここ、最近と言いますか、まあ、過去もそうなんですけども、やっぱりこう、慢心するとですね、おじさん結構口が軽いんで、口が軽いというか、なんかいろんなことを人に聞いてもらいたくなるんですよね。っていうところで、まあ、口が軽くなるというようなことが、まあ、ちょこちょこあったかなとは、記憶しております。まあ、初彼女ができそうやった時とかね、まあ、コンパに行ったりとか、そういった時って大体気持ちが浮かれてて、何かしらやらかしてるっていうイメージがありますと。まあ、あと、そうですね、大事にしてくれてる人が、と楽しくやってる時楽しすぎてね、いろいろ調子に乗ってしまって怒らせてしまうとかっていうところもあったので、まあ、そういうところは自分には潜在的にあるかな。まあ、もちろん仕事であんまりそういうことはしない、というよりか、まあ、基本的にあんまうまくいってないんで、しないんですけども、ちょっとプライベートで、直近ちょっとそういうことがありまして、久しぶりにちょっと頭をこうハンマーで殴られたかなというような感じになりましたので、まあ、特に、オフ会が土曜日になってですね、まあ、言うたら気が緩みがちですよね。まあ、そういう時こそ、気を引き締めて飲むっていうのもちろんまた変な話なんですけども、まあ、トラブルのないようにですね、やっていければなというところで、改めてまあ、そういう話をしようかなと思った次第でございます。で、まあ、登録者もちょっとまあ、増えて、浮き足立ってもう1000人かっていう時にですね、またそういうトラブルみたいなものがあったんで、個人的にはね、まあ、10-0で僕が悪いんで、まあ、ざっくり言うと、まあ、言うたら、特定の人のことを、まあ、動画で話したというようなところを、その人が怒ったというところです。で、動画を削除しましたというのがざっくりした流れです。はい。というようなところで、まあ、その方との、まあ、ご縁が切れたかはわかんないですけど、まあ、縁は遠くなったんで、まあ、なんですかね、時間が解決するのか、まあ、まあまあまあ、というようなところでございます。はい。なので、まあ、自分にできることって本当にすいませんでしたということと、動画を消すということで一応対処はしたんですけども、やっぱりまあ、そんなすぐに、なんていうんですかね、気持ちが許してもらえるわけもなく、というようなところなので、しばらく、まあそこは引きずりながら、でもまあ、まあ別の人から言わしてみれば、それは別に凹むことじゃなくて、次そうしないようにしたらいいんだよっていう形でもらったんですけども、まあ、まあ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 、そんなところですね。うん。っていうようなところがあって、まあ弱いアラフォーにしてもですね、やっぱり未だにそういうのが、あったりという感じでございまして、まあ、喋る以上ね、なかなかそういうのはゼロにできないなっていうのは思うんですよ。だから、自分の中でまあ、どこまで話して、どこまで、で止めとかなあかんかっていうところは、まあ、YouTube やりながらっていうか、まあまあ、ね、まあ、皆さん結構よく炎上したりしてますしね。だからその辺のところは、まあ自分でコントロールしながらですね、やっていかないと、大事な人を失うことにもなりかねないというようなところなので、そこはまあ、大事にしたいなというところでございます。ちょっと受けに走ってですね、まあ、視聴者数とかに走って何かこう、大事なものを見落としてるんじゃないかなというふうに、まあ、感じた、し、それを自戒を込めてね、この動画撮らせてもらって、で、なんとか、まあ、特に、オフ会をしだしたらですね、接触回数が増えるということは、当然失敗回数も増える可能性があるので、そのところは、だいぶ気ぃつけななぁとは思います。ただ、あまり気にしすぎて喋れなくなるのも、それも本末転倒なので、バランス大事やなと思うのと、まあ、経験回数ですかね。あとは、まあ、おじさんの場合は、まあ、会社にクレームが入らなければ、基本的にはいいんですけども、まあ、そういうのは、うん、できるだけですね、ないように、やっていければというふうに思ってございます。はい。というところで、夜の一番のお話でございました。以上です。